西洋土地の木は大型の落葉樹である。マロニエとも言う。西洋土地の木は馬栗とも言う。これはこの木は栗の仲間であるという誤解と馬の胸部疾患の治療に用いられたことに由来する。馬への利用はトルコに始まり、ヨーロッパに伝えられた。バルカン半島からトルコの森林地帯が原産地とされている。ギリシア、アルバニア、マケドニア共和国、 セルビア、ブルガリア等、バルカン半島の産地の狭い地域に自生する。また、温帯域では、世界で広く栽培されている。花成長すると36メートルの高さになり、ドーム状の樹幹が形成される。葉は、おのおの13センチメートルから30センチメートルの、小葉が5から7枚向かい合ってつき、7センチメートルから20センチメートルの、 傭兵を持つ6 0トル程度の手のひら型となる。葉が落ちた後に枝に残る羊根は7つの爪を備えた特徴的な馬蹄型になる。花は通常白色で赤い斑点があり春に咲く。20個から50個の小花からなる円錐花樹で高さは1 0トルから3 0トルになる。それぞれの円錐花樹からは 通常1個から5個の果実ができる。果実は緑色で柔らかいトゲのあるカプセル状で、一つの土地の実と呼ばれるナッツのような種子を持つ。土地の実は直径2トルから4トル光沢のある茶色であり、そこに白色の跡がある。西洋土地の木はギリシアの産地には自生していたものの、ヨーロッパの他地方では知られていなかった。 オーストリア大使としてオスマン帝国に駐在していたブスベックはヨーロッパにチューリップを伝えたことで知られているが1557年そのブスベックがコンスタンティノープルで西洋土地の木について書いた文章が最古の文献となるウィーンのマキシミリアン2世に仕えた庭師のクルシウスがヨーロッパに株を移入した1615年にはバシュリエがフランスに株を移入している 17世紀、樹皮と種子が薬剤製造者から解熱剤として評価されるようになると、キナの木の代用品として用いられるようになった。1806年のナポレオン一世の大陸風鎖令で製薬原料をフランス国内で調達しなければならなくなり、西洋土地の木が見直された。それでも信頼性の高いキナの木の方が好まれた。 西洋土地の木の血行不全への紅葉が広く認知されるようになるとともに下熱剤の特性では利用されなくなった。葉と幹春に咲く美しい花のための栽培は夏が暑すぎない気候の領域で成功している。その北限はカナダのエドモントン、アルバータやノルウェーのフェロー諸島、ハーシュタ島である。南方では冷涼な産地が生育に適している。 出詞バフの上での発が若くて、新鮮な実は、アルカロイドのサポニンやグルコシダーゼを含み、弱毒である。触れるだけでは危険ではないが、食べると病気になる恐れがある。サポニンを含む上に苦くて、まず痛め食用にはしない。ただし、北米の先住民族はサポニンを除去するため長、時間かけて身を茹でてから食していた。また、蒸脈系疾患向けに乾燥液素材に、 加工されているものもある。サポニンアイスンは、静脈瘤、不腫、粘座等に対して、健康目的で用いられ、食品添加物としても入手できる。科等のある、種の哺乳類は、毒を分解し、安全に食べることができる。馬にとっては健康に良いと言われるが、証明はされておらず、馬に与えることは賢明ではない。かつて、土地の実は、 フランスやスイスで、麻や雨、絹、羊毛等の脱色に用いられていた。石鹸分を含むため、6リットルの水あたり20個の実の皮を剥いて、ヤスリをかけるか乾燥させ、石臼で引いて、リンネルや毛織物等の洗濯に利用されていた。二つの大戦の間、土地の実は、澱粉の原料として使われ、この澱粉は、ハイム・バイツマンの考案した。 クラアストリディアムアストオブティディカム発酵法を用いてアセトンの合成に用いられた。アセトンはバリスタイトからのコルダイトの成形の溶剤として用いられた。イギリスやアイルランドでは出資が子供の遊びに使われている。なお土地の実は客間に飾ると雲を避けるという名信がある。フィンセント・ファンゴッホ、花咲くマロニエの枝。 1890年の油彩画、ビュールレコレクション。日本語では、花咲く栗の枝の薬代でもよく知られているが、描かれているのは、フランス人にとって親しみ深いマロニエである。名称説も参照。1576年に、ウィーンで植樹された後、次々とヨーロッパの並木として、また、公園樹木として利用されるという流行を見た。現在も、並木として、 また公園やレストランの中庭などで夏の木陰を提供していて、例えばフランスパリのシャンゼリゼ通りの並木がよく知られている。西洋土地の木の花はウクライナの首都キエフのシンボルである。アムステルダムの中央にある西洋土地の木はアンネの日記で言及されており、アンネ・フランクの木として有名である。ありがとうございます。